よーしゃってか、こんにちは、犬たぬきです。はい、というわけで、まあ見てわかりますでしょうか、これはい、これそう、ネザーにね、ちょっと行きたいんだよね。そうで、まあなんか正確に言うとジエンドに行って、エンドシティだっけ、エンドシティでエリトラっていうね、羽生えたやつをねゲットしたいから、それをね取りに行きたいんだけど、そのためにはまずネザーに行かなくちゃいけないらしいんで、ちょっと行きたいと思います。で本当はね、このネザーに行くためにあれを撮ってくる動画もね撮ってたんだけど、それはねお茶になった。動画がどっかに消え去った。だからもうちょっとね、早速行ける状況なんだよ。あれ、火打ち石がない、待って、ない、嘘だろ、あった火打ち石。これで着火できるんだよね、火打ち石となんちゃらみたいな。あれ、ないぞ、あった、あ、銀か、銀が必要なのか、銀あったっけな、あー、いっぱいある、よかった、銀じゃねえか、これ鉄か、オッケー、お、1個ゲット、よしこれで着火できるはず。そうで、これはね黒曜石で作りましたよ。黒曜石集めて、あのネザーの入り口を作ったんで、こいつに着火いくよ、はい、よし、オッケー、これでネザーに行きます。というわけでね、本日はですね、あのネザーに行って何を手に入れたいかっていうと、ブレイズロッドってやつをね手に入れたいと思います。なんか全部で12個必要なんだよね、最低でも。で、あのブレイズパウダーを12個作るためにはブレイズロッド多分ね6個でいいはずなんだよ。そうだから、それを手に入れたいと思います。で、そのためにもちょっとちゃんと準備していこうかなと思って、とりあえず松明たくさん必要な気がするんだよね。マジでなんかネザーは速攻で死ぬと思うんだよね。だから余計なもの持ってくと、ロストした時に辛いから、まあこんなもんでいっか。一旦、あ、鉄とかいらねえな、鉄とか置いとこう。なんか鉄とか重要なものは置いておいて、まあ一旦これで行ってみっか。そう、ちょっと行ってみます。おい、どうなるんだろういや、初めて来る。これ作るだけ作っただけだから、まああのどういうところかは大体分かってる。地獄でしょ、火炎地獄でしょ。ほうここがネザーか。おお、なるほど危なそうなところだな。え、ちなみにさ、これファイ、え、いきなり攻撃食らった、大丈夫。いや、めっちゃ燃え下がってるな。とりあえず松明を置きながら進んでいかないと、迷子になったらやばいらしいからね。あいつがやばい、なんだ、あいつはどうやった、なんか確かお手玉みたいな、お手玉じゃない、なんかテニスみたいな感じでやって倒したような気がする。やべえな、やべえやつがたくさんいる。こいつとか余裕で倒せるのかな。普通のゾンビも強い。待って、嘘だろ。え、ネザ強くねネザー強くね、こんな強いもんな。マジか、ちょっとビクビってたわ、ネザーのこと。マジか、大丈夫かな。待って、とりあえずアイテムが落ちてないかどうかだけ。アイテムを回収したい。あれ、俺のアイテムあった、やべえな、ここ結構マジでやばいぞ。で、そうね、まあいきなりいろんなことは、ちょっとネザー探索をしてみたい気持ちはあるが、あまりやってると死ぬ。で、一回行ってすぐ戻っての繰り返し。これなんだろうね、このブロック、これなんか、なんか手に入れた。はい、闇のクォーツえ、何に使うの、闇のクォーツ。いや、わかんねえけど、とりあえず持っとくか。これもブロックだ。暗黒石、暗黒石、まあなんか役に立つのかな。とりあえず、ゲットした。で、違う、本当に余計なことすると、マジで場所が分かんなくなっちゃうから、これ塔立てとくか。一応アカシアの木材俺持ってきたから、アカシアの木材でちょっと立てとくわ。ちょっと目印作っとかないとやばい、これは。待って、降りれないかも、やばい、はしごなんて持ってきてないなるほどね。あー、やばいな、ちょっと死ぬかも。はい、おお、耐えた、よし。あ、オッケーでしょ、こんなもんあれば目印としては完璧だ。
うわー、待ってゾンビしかいないんだけど。俺がイメージしているなんだっけ、ブレイズってやつなんだよね。ブレイズがいるはずなんだけど、いない。ブレイズっていない感じなの？どこに出てくるんだろう。ん、びっくりした。あいつ倒してーなー。ガストって名前だっけ、確か。なんかそんな感じの名前だよね。で、攻撃してきて、わ、これを跳ね返せられるかどうかが勝負みたいな、そんな感じだった気がする。はい、あれ、あー、違う、はい、俺の知ってるガストじゃない。これを跳ね返せるんじゃないの？跳ね返せねえわ。いや死ぬ、やめてくれ。一旦退散。やばい、めっちゃファイヤー食らってる。やばい。ファイヤー耐性みたいなのないのかな。僕死んじゃう。やばいな、ここ。あ、そっか、そういうことか。ここにチェストつければいいのか。そういうことだ。チェスト置いて、ちょっと いらんものとかね、なんか手に入れたものちゃんと随一置いてかないとあれだわ。全然先へ進めないから。うわー、なんか地図とかなくしたらもう一巻の終わりだからね。やばいからね。オッケー。これ最小限に地図はちょっと置いておきましょう。あ、こんなもんでいいか。よし、ちょっとずつ探索だ。あ、待って、グローストーンってやつだ。あれ光るやつだよね、知ってる。あれ欲しいな。あっちから行けそう。お、近くにある。いや、待って、ガスとか守ってる、しっかりガス。いや、マジかよ。取りたいな、あれ取りたいぞ。ちょっと待って、どうする。落ち着いて考えればできるはず。これとりあえずぶっ壊しながら道を作っていく感覚が大切な気がするんだよな。なんか、うわー、あ、びっくりした。待って、ツルハシないやん。ツルハシない、取ってくる。オッケー、ツルハシ取ってきた。よし、これであっちまで登っていけばいけるはずなんだよね。よし、ちょっと登ってみるか。熱い、ちょっと待って、熱い。おい、やめてくれ。死ぬ。それで死んじゃうの？まあ、ぶっちゃけこのさ、何の防具もない状態でこのネザーに来てるというのが、もうこの時点で死亡なんだけど。あ、やべ、攻撃来て。待ちかよ。ちょ、いったんアイテム回収させて。アイテム、やばい、なくなったら終わりだから。ちょ、大火事、大火事になってる。熱い、やばい、一旦回収させて、死んでもいいか。死ぬのは嫌だけど、熱い、死ぬ。やばい、逃げる。死んだ。よし、ガスが後ろを向いてる瞬間に、やばい、オッケー。もうやだ、こいつ、一旦こいつと戦うのは無理だよ。やめたい、戦いません。俺は戦わないよ。はい、逃げる。グローストーンが欲しいんだよな。ここになんか壁を張るみたいな、壁を張る作戦。ここの暗黒の塊で壁を張っていく作戦、ガストさんから。とりあえずここにあればいいわけだから。よし、はい、今だったらいけるかも。あ、ついた、来た。石のつるはしで壊れるのかな。手に入ってる？あ、グローストーンダスト。でもなんか手に入ってる。よし、これはいいぞ。なんか多分なんか作れるんだと思う、多分。あっつ、やばい、グローストーンダストだけ、やばい、グローストーンダストだけ手に入れて逃げる。手に入ってるか、22個入ってる。オッケー、一旦戻ろう。よし、とりあえず、あの、戦利品を回収、ここに置いておこう。よし、じゃあ次。いや、違うんだよ、ブレイズがいない。俺目指してるのはブレイズってキャラなんだけど、あいつって出づらいのかな。どうなんだろう。あんまりこっから離れたくないからね。あ、やべ、松明がない。あれ、松明がない。マジ、松明落としちゃったかも。あ、エンダーマンがいる。エンダーマンはね、でも俺エンダーマンも倒しとかなくちゃいけないんだよ。エンダーアイだっけ、エンダーパールだっけ、なんかそんなのが必要だから。熱い。熱い。あ、エンダーマンどこ行きやがった。おい、お前もファイヤーになファイバーまみれになってるじゃん。おし、倒した。いや、俺も死んだ。いや、初ネザーってこういうもんなんかな。もう何回も死んで何回も行くみたいな。あ、パール落としてる。オッケー。これは大切、パールは大切。まあ、初ネザーってこんなもんなんすかね。俺下手くそなのかな。めちゃくちゃ強いんだけど敵。まあ、無防備な状態で行ってるってのはあるんだけど、それはあるよ、それはわかるけど、強くね、こいつら。はい、
待って、一印象視点じゃない方がいい、そんな気がする。まあ、めっちゃダメージは食らってるけど、いやダメだ、一印象視点だとねガストがね攻撃してくるの避けきれない。あ、待って、あいつ、あ違うか、違うか、気のせいか。あれブレイズさん、ブレイズさんが欲しいんだけどな、いないっすかね。これなんだろう、キノコだ、キノコ、キノコもらっとこう。ん、キノコなんかゲットした、キノコまんまキノコじゃん。あ、エンダーマン、俺エンダーマン、エンダーマンはしっかり倒しとこう。エンダーマンは倒しとくよ、ほらほらほら、エンダーマンはこっちに、あ、こっちの世界に現れやすい。ちょ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 吹っ飛んだ吹っ飛んだおっと、やばいことが起きてるぞ、マジ何が起きてんの。え、待って、向こうの世界からこっちに来れんの誰か、このファイヤーって。え、あれ火消えてる、どういうことだったんだ。でもとりあえずいいや、またやりましょう。とにかく行くしかないからね、なんとかして探し出そう。なんだっけ、ブレイズを。6体も必要な、結構大変だねこれマジで。こんなキノコ生えてたっけこんなキノコ生えてたっけ。違う違う、俺のアイテムどこ行った、俺のアイテム、やばいやばいやばい、アイテムなくなっちゃったよ。復活したいアイテム、アイテム、エンダーマンってさっき戦ってたからこの辺にあるはず。なったらやばい、ピンチ、あった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 、これだこれこれ、やばい、燃え盛る中に入ってしまってるかもしれない、俺のアイテムがない。あった、あっつい、まあもう無理、ちょっと待って、もう無理だって、なんで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 、どうすればいいの。あ、死ぬ死ぬ、死にます、死にます。お、耐えた耐えた、よいしょよいしょ。あ、やっぱりこっちまで炎が来てるぞやばいな、結構危険な香りを感じてきたこのゲートは。このゲートは一体一体封鎖しなくちゃいけないのかな、どうなんだろう。お、なんか下またちょっと色が違うブロックだ。おーおーおお、降りるか降りるか、ほら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 、なんか違うブロック、これは壊せんのかな。あ、壊せた壊せた、え、あ、ソウルサンド、はあ、ソウルサンド、これもまたなんかいろいろ役に立つのかな。とりあえず、え、びっくりした、とりあえずこのソウルサンドでなんか家を作りたいとは思わねえな。なんかしかもサンドだろ、砂か砂か、俺シャベルの方がいいのか、シャベル持ってね。あ、やっぱそうだ、あ、柔らか柔らかいお土だ、なるほどなるほど、オッケーオッケーオッケー、はい。あれ、これもまたなんか色が違う、これなんだ、これこれは、おい、これは砂利普通やないかい、砂利は別にいいよ手に入るから。オッケーオッケーオッケー、やばっ、マグマじゃん。いや、まあそのまんまのことしか言ってない。あ、マグマブロックがある、ほうほうほう、マグマブロックここにあるんだ。うわ、下行ってみて、でも下行ったら戻ってこれなさそう、やべえなブレイズどこいんの。仕方ない、ちょっと階段みたいに作っていくか、降りてこ降りてこ、オッケー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 、階段っぽくなった、オッケー、よし、ちょっと降りてこれるようになった。これめっちゃ大変だな、待って待って待って、ここは、あー、いないな、なんか、全然いない。あ、今なんかいた気がする、違う、お前じゃない、いや、なんかね、あ、違う、全然違うやつがいる、いや、なんかめっちゃ危険、え、黒ガスト、なんだ、ん、うわー、ちょ、なんかおもちゃでありそうな動きをしてきた、あ、バネのおもちゃが来た、バネのおもちゃが攻撃を仕掛けてきた、違うんだよ、お前じゃないんだよ、お前持ってないだろ、ブレイズロッドだっけ、なんだっけ、おい、まで倒せそうだ、こいつだったらポンザコだぞ、ちょ、待って待って待って、これ以上後ろには下がれません、やばいやばいやばい、よし倒した倒した、二つに分解した、待って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 、そういうパターンか、お前スライム系か、スライム系か、やばいやばいやばい、逃げる逃げる逃げるか、勝ちよ、ちょっと、うん、何これ、マグマなんちゃらって手に入ってる、これはなんかすごい貴重なものな気がするから、こいつには死にたくない、死にたくないが、パンがない、あれ、パンがない、俺のパンがない、あー、うわー、死んだやばい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 、火打ち石がない、火打ち石がない状態であそこが閉じてしまった。
これはかなりやばいぞちょっと待って急いで5分以内に集中紙を取ってこないと全て、アイテムがロストする。やばい、あった集中紙、あったあったあった、取れた取れた、あ取れた取れた、オッケーオッケーオッケー、砂利からね手に入るからね、よしよし急いでもらうぞ急いでもらうぞ、せっかくなんかアイテムゲットしたからね、あれなんかロストしたらもったいないし、よし行こうよし行こう、ちょっと待って、まあ耐えてるかな大丈夫かな、なかったらやばいぞ、なかったらやばいぞやばいぞ、急げ急げ急げ、あれちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、あれ入り口が2つになってる何かが起きているぞ、まあいいや一旦気にせず行こう、なんでだなんで入り口が2つになったの、とりあえず確かこっちのはず、あーアイテムある、アイテムあるけど敵もいる、やば敵逃げた、よかった、アイテムまだある、よしよしよし、ほらほらこれなんか金のリンゴみたいなやつ手に入ってんだよ、これ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 なんだろう、あまだいる、やばいやばいやばい、こいつはまた、あでもちっ、コアッパーだコアッパー、ちっちゃいやつだったら大丈夫だ、ちっちゃいやつだったらこれまださらに分解されるのかな、やばいやばい、この体勢だとやばい、はいはい、ほらやつ、あーよし、うわまたちっちゃいのになった、無限に出てくるぞこれ、あもういないもういない、もうさすがに大丈夫だ、よしよしよし、何手に入れたのこれ、あマグマクリーム、おー難しい概念だねマグマクリームって何、マグマにクリームが存在するの難しいね、うわいっぱい手に入りそうじゃん、よし今のうちにちょっとゲットしとこう、おーグローストーンパウダーみたいなやつがいっぱい手に入る、しかしあれだブレイズどこいんのマジで、マジでどこいんのブレイズ、ブレイズを見つけられなかった今回はあまあこれで我慢するか、まあいいやこれ結構ゲットできたから、うん次回ブレイズ見つけますというわけで今回は以上です、はい、まあ、もしよかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします、じゃあねー、ごめんねビュー次見つけるわ